では記憶のメカニズムということをお話ししていきたいと思います。まあ、記憶とはこういうものなんだということ、メカニズムが分かっているとそれをインストールすればいいだけなので、そこでやっと対策が見えてくるかなというふうに思います。まず記憶で、とても有名な曲線があります。それが何かというと、エビングハウスの忘却曲線という曲線です。で、こっちが時間経過ですね。で、こっちが記憶している量みたいな感じです。で、人は20分経つと、もうちょっとこのぐらいかな、20分経つと20分で 42% 忘れる。だからここが42の58ですね。 58% 覚えているということです。そして1時間経つとどうなるかというと、今度は 56%、56% 忘れて残っているのが44かと言われます。そして 1日後に 74% 忘れて、1週間後には 77% 忘れるというふうに言われます。で、ここから逆算して考えます。じゃあ復習にいいタイミングはいつですかというと、20分から1時間の間です。物事を覚えた、ここゴールデンタイムです、復習の。なぜかというと、ちょうど半分忘れてるからです。これ8割覚えてるのにもう一回復習したら 80% 時間無駄ですよね。でも 50% 忘れてる時だったら半分取り返せばいいっていう感じなので、20分から1時間の間に刺激を入れると、もう一回想起するというのがいいと思います。で、これはね、剣山によく例えられるんですけど、剣山ってありますよね、あの生け花をする針がついてるやつ。それを突然ガーッ、拷問です、ガーッて1分間刺されて血ダラダラになります。フッて1分間終わるのと、一回剣山をぐさっと刺します。じゃあ次、20分から1時間後に来ますと言って、また20分から1時間後に来て1秒ぐさって、あ、じゃあまた20分から1時間後に来ますって言ってぐさってされると。で、これが続くと、これ拷問ですよね。ちょうど痛みが半分忘れて半分残ってる時にまた来るかみたいな、まだ痛いんだけど、でも痛み半分せっかく忘れてるのにっていう時に来ます。だからここが一番きついわけです、拷問的には。で、これは拷問に使ったら拷問ですよ。でも逆に記憶に使ったらどうかというと、一番覚えやすいのが20分に、だここで長々と6秒書いて覚えるとかではなくて、1秒ソサイエティ社会とか、例えばソサイエティ社会という単語があったとします。20分後にソサイエティ社会で、また20分後にですね、ソサイエティ社会、20分後に電話かかってきて取ったらソサイエティ社会ピンポンってなって、何ですか、ソサイエティ社会。これ20分ごとに来たらどうなります？翌日朝起きたら、あ、もうソサイエティ社会だってなりますよね。で、これは1回やってもその後ずっと忘れてっちゃうんで、20分から1時間に1回入れられると、そうしたら絶対覚えちゃいません。だからこれはもう正しいから覚えるじゃないです。20分から1時間に1回1秒の刺激を入れると、これだけで覚えちゃうんですね。で、人にはですね、短期記憶と長期記憶というのが存在します。で、短期記憶というのは STM と専門用語で言います。STM。長期記憶 LTM。これはショートタイムメモリー、ロングタイムメモリーということですね。短期記憶と長期記憶。で、短期記憶とは何かというと、20秒以内の記憶のことを言います。例えば、電話番号0120333の906とかですね。そういうやつ。なんだっけな、それ忘れちゃ、忘れちゃダメなんだけど、0120333906とか、勉強します引っ越しの境とかっていうの、この20秒ですね。っていうのが20ショートタイムメモリー。ロングタイムメモリーは20秒以上です。で、暗記の基本というのは、ショートタイムメモリーをロングタイムメモリーにしていく、短期記憶を長期記憶に移していくというのが記憶のメカニズムですね。じゃあどうしたらいいかというと、これを20分から1時間の間にもう一回入れると。で、このメカニズムを使っているのがテレビ、ラジオの CM です。テレビ CM は15秒、ラジオ CM は20秒と決まってます。
なぜでしょうか。研究した結果、短期記憶は20秒だともう分かってしまったから。なのでラジオの CM も20秒40秒1分ってあるんですけど、僕もアナウンサーでラジオの CM 読んでました。でラジオはなんか映像じゃないからちょっと長い、20分がギリギリなんですけど、20秒がギリギリなので20秒間吹き込みます。で例えばそれにつけてもおやつは変わるとか知ってるじゃないですか。でもこの CM ってもう20年オンエアされてないらしいです。だから今もう20歳の人はそれにつけてもおやつはは何それ、タンスにって言われたらゴンって言いますよね。でも今の若い人はタンスに、え何バルさんみたいなタンスに何それ無臭だみたいな感じになってるわけです。でも昔の人はタンスにゴンなわけですよ。でなぜかっていうと、テレビを見ていると大体20分に1回ぐらいは CM が入ります。15分か20分に1回 CM が入って、そこでタンスにゴンって言われるわけですよ。でまたテレビを見ていて CM になってタンスにゴンって言われるわけですよ。でまた15分経ってタンスにゴンと言われ、で他のチャンネルを変えて20分したらまたタンスにゴンって言われるわけです。でそれだけ言われたらそれを覚えますよね。だから実はこれを利用しているのは広告会社、特にテレビ CM とかはもうこれが分かっていてやってます。じゃあタンスにゴンって言えるから偉いかっていうと偉くないですよね。ただ繰り返されてるだけ。だからそれにつけてもおやつはカールを知ってるのは、繰り返されてるだけ。だから皆さんの記憶のメカニズムとして短期記憶を長期記憶に移していくというのが重要で、それでいてそのためには20分から1時間に1回の刺激を入れると。でこれさえ覚えておけば勉強って簡単じゃないですか。勉強します、20分から1時間後にもう1回同じことをやります、また20分から1時間に同じことをやります、20分から1時間に同じことをやりますっていうふうに。例えばその僕の1単語1秒で覚えられるようになっている1分間英単語とかはだいたい27分ぐらいでかな、で一周できるようになっています。そうすると終わった後にもう20分経ってるわけだから、また先頭からやれば、また先頭からやればってなると、もうずっとソサイエティ社会が20分に1回来るわけですよそうしたら覚えますよね。ポリティックス政治とかガバメント政府が20分経ったらガバメント政府、20分後にガバメント政府、20分後にガバメント政府、20分後にガバメント政府、朝起きたらもうガバメント政府だよみたいな政府になるわけです。だからここにもうこのメカニズムさえ分かってしまえば実は勉強というのは楽勝だと。でほとんどの人が知らないから1週間後に復習しようとか3日後に復習しようとかしちゃうわけであって、正解はこのテレビ CM と同じやり方だということを念頭に置いて勉強すると皆さんの勉強は一番はかどるんじゃないでしょうか。ということでこの動画はここで終わりにします。